地温のため、微生物のため、そもそもキュウリのためなのか、シャタもわからなくなってきた。誰か教えてください。はい、はい、おはようございます。佐藤です。今日はですね、2月の3日です。とても外は寒いですね。で、中部貫水やってます。苗が10日に届きますんで、今日からですね、2、3日かけてちょっと様子を見ながら、このベッドおよび通路ですねを適量濡らしていきたいと思います。そうしないとですね、微生物が動かない。ちょっとですね、肩から飛び出ちゃってるとかあるんですよね。そうするとベッドの上が濡れづらくなってしまうんで、まあこんな感じでしょうね。一番南側もですね、こんだけ元気よく出てるんで、ちょっと直しながら、はい、引っ張って、はい、だいたい半日から1日出すとですね、だいたいいい感じで湿ってきます。で、実はですね、今ハウスの中に入るコックは全開なんですが、捨て水用のバルブを全部閉めてしまうとちょっと水圧が高すぎちゃうんで、捨て水の方のバルブを3回ですね開いてます。はい、その状態でやってますね。で、このままとりあえずぐっしょり閉めるところまで飛ばします。はい、2月3日の午後ですね、3時間、それから2月4日の、8時間、まあ約11時間出しました。結構濡れましたね。まあ通路とか若干濡れてないところありますけど、これが一番北側ですね。ずっと南に行くにつれてですね、まあ濡れてますね。だいたいベッドの上はほぼ9割、はい、通路にまだ滲んでないのかなっていうところですが、とりあえずここで一旦、ね、なんか結構通路も来てますね。こちらが南側ですね。結構濡れてますね。一番気になったのはですね、一番南の南、やっぱりこちら濡れてないですね。まあ、こちらはですね、貫水チューブ引っ張ってですね、びっしょりと濡らしていきたいと思います。今日午後来てからですね、捨て水を全部閉めて、はい、飛ばす感じでやりました。こんだけ湿ってればですね、気温も上がるでしょう。で、これで明日1日放置して、明後日かマルチを次敷いていきたいと思いますね。前回クイズの回答は貫水チューブですね、今やってるやつですね。今回クイズはこちらの名称、はい、ご回答ください。はい、以上、シャタ農園のシャタキムチがお送りしました。